うなぎのバイク一人旅、北海道ざっと1000キロ、ビー玉思いっきり投げられたぐらいの紳士的解決できそうや。威厳説得力。ほんまや、匂いがちょっとだけ漏れとるな。一番テンション上がってるかもしれん。いつも初めてみたいにうまいね。何にも言ってないしな、その餃子も食べれんし、ケンタウロスみたいになるんです。雑いな。正直2リットルの水一気でガム飲みできると思うねんな。デラウェア、コーンの食い方するのが一番うまい。休みや。大丈夫。峠は越えた感じ。峠越えた。はい、峠あったんや。あ元気出た。来てよかった。今の時間全部やってないって。これはきついって。あ、来たけ。もし快活クラブがなかったと考えた時にもうこの旅もおじゃになってるよ。新緑って匂い一種類かなと思ったらそうでもなかったよな。5種類ぐらいなかった。リンゴなかった。 100% リンゴジュース。100キロガソリンスタンドなかったよ。しかあのしか俺一瞬通じたで。景色の思い出はないな。俺国がカップラーメンになってんねん。安定感すごいで。その落ちたりしてへんって言ったみんな落ちへん気持ちじゃない。落ちへん。ありがとう。じゃあまた東京駅で。帰ってきました、東京駅ね。お疲れ様です。お疲れ様です。いや最後のラストラン、ほんま大負けみたいなラストラン。本当です。楽しかった、はい、ほんまにあっちゅう間。もう今だから12時ぐらい、はい、もう丸3日やな。まあもう見たもんな、この風景。最初にスタートするときに、はい、全く一緒やん。もう何もなかったみたいな。なんか長かったで3日間なんか、はい、なあ遠い昔のような。いやほんまそんな感じするな、はい、いやこれ走ったな。結局さ、はい、何キロやったかというと、はい、1213キロやった。1213。うん、えぐい、ほんまにかなり走ってますね。めちゃめちゃ走った。これはなかなか。今の方が疲れてんな、さっきより。何だろうな、何ですかね。めっちゃもう終わったからかな。ついたってなって。それもあるんですか、ね、うん、ドッと一気に。なあ、めっちゃ家帰りたいもん、さすがに。でもバイク旅あれやん、一人、はい、これで正直沖縄以外全部行ったんや。まああれで北海道が行ったってことになるか分からんけど、はい、一応だいたい走ったんや。はい、あ、そうなの。そうやね。九州の方も。九州の方も現地で行ってんね。ああ、そうなんですか。そう、まあ、細かいとこ言うと佐賀とか長崎とかの方は行ってないけど、はい、まあ東北もだって岩手今回通ってないしな、はい、うん、ってなってくると、まあ、残ってるにしろもう多分まあほぼ行ったみたいな感じやからさ、はいはい、次もうほんま行くとこないんよ。でもバイクじゃないかもしれない次。セスナーかもしれん。あの前にね、文鎮賞に乗せてもらったんですよ。操縦、文鎮賞操縦でね、はい、その時にやっぱ昔から飛行機は好きやから、はい、昔の原付のヘルメットがだってエアフォースのヘルメットしてたぐらいやから。あれエアフォースのヘルメットやね。ここ前の、うん、飛行機の、はいはいはい、モデルみたいな。もともと好きで、はい、乗せてもらってテンション上がってさ、帰りにあの訓練生の募集のパンフレットもらって帰ってきたんや、はいはい、だからまあ
セスナのライセンス取って、まあ次は空かなっていうやるならね、はい、それはもう見たいと思うね、はい、うん、間だいぶ抜かしてんねんけどな、その車の免許もないし船の免許もないし、もう一気にバイクから空へ、これセスナでこれは行くってなったらだいぶ楽しいよ、うん、ライセンス取んのにな時間かかんって、えらい高いね、はい、600万すんね免許取んのに。ああ結構ですね。そうやね。ほんで英語覚えなんか、あれ英語覚えれんのかな、あれ全部やり取り英語やね、管制とやったっけ。ああ、そうなんですか。うん、そうやね、はい、だいぶ難しいと思うね、あの試験。はいはいはい。だそのほんまはな、それもうほんまセスナめちゃくちゃ迷ってる今、はい、セスナ取るかどうかで、取ったらレンタルで行けんねんて。ああそうなの。そう持たなくても、うん、だからすぐや北海道だって。本当にこんな3日かかるぞともう操縦で行けるよ。ちょっとそれちょっと楽しい、ほんまに、はい、うん、そっちかな今めっちゃ興味あんのは。もうバイクももちろんまあ普通に乗るけど、はい、うん、でそうです、次あるならうなぎ、はい、セスナ旅いやあれはすごいよ、うん、カメラ回すのも大変やと思うけど。いや本当ですね、ほんまにちゃんと操縦せんと危ないから。そうですね、原付き2種であれぐらいかかってたんで、もう、うん、セスナなんてすごいんじゃないですか。すごいよほんまに。いやそうやね、それでちょっと次は行けたらめちゃめちゃ、ちょっとどうなるか分かんないですけど、はい、行くならそれで行きたいなと思ってますんで、またほんまになんか何やろ、銀シャリ YouTube チャンネルの、はい、なんちゅうのこのサブみたいな、はいはい、あまあなんかちょっとサブチャンネル、サブチャンネルみたいな感じですけど、はい、まだなんか趣味見つけたら、そうです、それもおいおい、はい、はい、お願いします、お願いします、はい、またお会いしましょう、ただお疲れ様でした、私は帰ろう、もうほんまに疲れた、どうも銀シャリです。どうも銀シャリです。銀シャリの産地直送漫才。銀シャリの産地直送漫才。47都道府県巡り。再開しました。再開しましょう。ええねんもう臨床せんねん。ええねんもう臨床せんねん。いやもうマジしてるやん。いやいやめでたいですね。あめでたい、再開しましたよ。再開しましたよ。ちょっと止まってましたけどね。そうなんすよ。やっと動き出しました。10月の千葉県、はい、みんな待ってるよ。それを皮切りにみたいな感じで言わ、まあ、皮切りね、千葉県から再びって思われるけど、すいません10月千葉県から再開、皮切りに47都道府県、今まで10何件回ってきました。まだ全然残ってますよ、たくさん。まだ私の県はいつなの。そう、行くよ行くよ、回り出しますんで。で、ご当地限定のステッカーあるよ。で、その後、その県でしかできない、その県漫才も、そう作ってお届けします。はい、ぜひとも地元の方はぜひしますということで、ぜひぜひお待ちしております。銀シャリでした。お楽しみに。リノベーションネタ、うなぎ特製カレンダー、銀シャリ日記、生麦生米生配信、白粒感、銀シャリグッズ、ファンクラブ先行収穫、橋本直筆色紙、うなぎイラスト似顔絵、みんなファンクラブで待ってるぜ。